清宮海斗のターンが続いている。いやー、ショルダースルーが狂気になる。高さ十分192センチ、さすがですね。そしてあのパワーで跳ね上げられました。さあジャックボリスを清宮海斗、繰り返したのは清宮。ジャンピングしてのラリアット、マットに叩きつけてフラップジャック、そしてステップ勝負。流れるような攻撃はジャック・モリス。ジャック・モリス選手も今まではやはりね、その有料外国人の一人という感じでしたけども、ジェイク選手と組んだことで退路を断ちましたよね。そうですね。もうノアの対角に立つという意思表示をしましたからね。これは一つ、そうです、明らかに自分の意思表示。これからは戦っていく。相手がお前たちだ。清宮海斗、稲村良樹。パルコアローは稲村のカットも間に合いました。清宮の自力で返してカウント2です。さあジェイク・リーは稲村良樹の動向にもしっかりと目を配っています。これがジャックボリス、よーしょー、その稲村の突進を止めたジェイク・リー。さあこれも投げ払ったぞ稲村。ジェイク・リーを場外へ打ち出しました。リングにはジャック・モリスと清宮海斗。さあコールは海斗コールです。後楽園ホールに響き渡りました。さあジャック・モリスが攻撃の手を緩めないと、ドロップキック。さあさらにバックホートでジャーマンスープレックスホールド。人間鏡も斉藤選手美しいですね。ドンピシャで決まっています。さあ場外では稲村の腕をジェイク・リーが捉えている。さあ膝をぶち当てた。さあリング上の戦い、場外での戦い同時進行です。ジャック・モリスは清宮海斗に対して打撃を見守っていく。一つ気合い入れてエルボー、いやー立ち上げた膝。ジャック・モリスの方に軍配。今アッパー気味に顎あたり入りましたね。そうですね。いや斉藤選手一瞬ちゃんとガクンとのけぞりましたね。そうなんですよね。顎ああいうふうになると膝から崩れるんですよね。スタンディングシャイニングウィザード。ジャック・モリスの意識がここはかっ切られたか。さあジェイク・リーのジャックの呼び声が聞こえているか。シャイニングウィザード成長。さあポールの体勢、ジェイク・リーがカットへ。そのジェイク・リーに対しては稲村だ。さあ稲村がジェイク・リーを場外へ。